おはろばんは、せつです。見てくれてありがとうございます。テイルズ・オブ・ザ・レクイエム、テイルズ・オブ・ザ・レクイエムってやばいですね。テイルズ・オブ・ザ・レイズ、フェアリーズ・レクイエムですね。第3部の第6章、巡り合う運命。ナナリーとロニ兄貴がね、参戦する。まさかメインクエストで来るとは思ってなかったのでびっくりですね。ではまずガチャ行きましょう。はい、おっと、ステップアップがあるんですね。ちょっと引いていきたいんだけど、まあ毎度のごとく無課金のダイヤの方で一回回そうかと思っております。10年1回。さあどうなるかな。はっ、スキップします。お、いいですよ。お、競争機だ。そこで帰るですねまあまあまあいいですよ、持ってなかったから。お、さらに割れる。あー、魔境ではなかった。お、持ってないのばっか来る。さらに、あー、さすがになかった。あ、でも大当たりですねこれ。魔境儀こそ来なかったですが、持ってない怪獣の空波絶衝撃、あ、違う、絶衝撃じゃない、絶風撃が、そうだね、確かそうだった。で、空波、あ、違う、絶波滅衝、え、絶波滅衝撃になるの、そうだったんだこれ、すげえ。エアプレッシャーなの、シリングフォ、え、なんかデス2メンバーの競争めっちゃ強くないか。あ、で、これ軍じゃあニョルニルか。放水症デルダレイ来た。で、ナナリー、ガレンセン、なんかめっちゃ貫通するっぽいですね。さあでは行きましょうかね。まず6の1、閑散とした街道1。陛下、グラスティン様がお見えです。どうしてくれ、お前たちは下がっていい。はっ。これはデミトリアス陛下におかれましてはご機嫌麗しゅう。そんな他人行儀な言い方はやめてくれ。それよりよく来てくれた。最近体調はどうだい。目覚めた時と変わらないな。すこぶる好調だよ。おかげで毎日新鮮な肉に囲まれて楽しい研究三昧さそうか、君がアニマル戦による長い植物状態から復帰してすでに3ヶ月が経つ。私と同じ治療を施してようやく目覚めはしたが、その後の経過が心配だったんだ。何もないようで安心したよ。それで研究の進歩はどうだ。すでに具現化世界の技術には全て目を通してある。その中でも特に有用なものを特定した。まずは我々がリーゼンマクシアと名付けた大陸、リーゼンマクシア領、その元となった世界に存在する分子概念、同じくオールドラント領のレプリカ、レグヌム領の前世、そしてファンダリア領のソーディアン、この4つを組み合わせることでお前の悲願を果たすことができるだろう。これが具体的な案をまとめた計画書だ。目を通してくれ。なるほど、よくぞここまで。さすがグラスティン、セールンド1の魔境技師だ。君を友人に持った私は幸運だよ。だがこの計画を実行すればメルクリアは絶望するかもしれないな。あれほどまでに故郷を望んでいるあの子、私はこの後に及んで敵国の娘の心配か。その甘さがお前の弱さだ、デミトリアス。弱さか。それとその計画について提案がある。ディストを目覚めさせたい。ディスト、そういえば治療を終えた後も眠らせていたが、彼が必要かね。俺もレプリカ技術に関して独自に研究を進めている。そのための人員もジュニアに何度か具現化させた。だがレプリカがオリジナルよりも劣化する点において奴からも意見を聞かねばならない。そうか、彼はいろいろとトラブルが多かったから覚醒を先延ばしにするようメルクリアに指示していたんだが、わかった、許可しよう。それにしても君が目覚めてからの成果は素晴らしいよ。何か褒美を取らせたいところだが、
望みはあるか。望み？そんなもの決まっているだろ。フィリップだよ。フィリップ・ビクエ・レストンが欲しい。この間やっとフィリップに会えたんだ。テセアラ寮でね。彼は変わらず完璧で美しかったよ。私の答えは分かっているだろう、グラスティ。せめて私の手の届く範囲にしてくれないか。だったらジュニアとファントムならどうだ。あれは帝国に所属しているんだろう。すまないがそれも難しいな。ファントムはミリーナたちに奪われているし、ジュニアはメルクリアが気に入っているんだ。メルクリア？まだそんなこと。だったらジュニアを奪うのを黙認してくれるだけでいい。ジュニアさえ手に入れば、現在は封じている仮想教会を再び開かせてファントムを奪い返すこともできる。ファントムを奪還か。しかしファントムは、そういえば俺が植物状態だった間、お前はファントムに肩入れしてあれを救おうとしていたようだな。フィリップという完璧な存在が近くにいたのに、どうして不完全な具現化によりフィリップの慣れの果てを救おうとした。そんな言い方はやめてくれ。彼はかわいそうな生まれ方をした。救えるなら救ってやりたかったんだよ。そうか、少しガタが来ている方がお好みなのか。ならばいいさ、俺はジュニアで手を打つ。まあ待っていろ、いずれファントムも取り返してやるさ。だがジュニアを手に入れるにはリヒターが邪魔だな。いつもジュニアの周りをちょろちょろしやがって。なあデミトリアス、奴を処分してもいいだろう。リヒターは精霊研究者としての能力も高い。彼を失うのはかなりの痛手だ。何よりリヒターとアステルの関係を考えると同意はできん。リヒターがいなければアステルが帝国を離れる可能性を危惧しているのか。それなら問題ない。リヒターはリビングドールベータとして生かしておく。ちょうど被験者を増やしたいと思っていたからな。あれをリヒターに施すのか。それは、いや、わかった、好きにしていい。感謝するよデミトリアス。それじゃあそろそろ班長会議を始めるけど、もう全員揃ってるかな。ええ、具現元となった各世界からの代表者を一人班長として選出してもらったわ。一応名簿も作ってあるけど、彼が確認しますね。チェスター様、ジョニー様、リッド様、ジューダス様、ジーニアス様、ベイグ様、セネル様、ガイ様、カイウス様、スパーダ様、マルタ様、フレン様、シング様、アスベル様、レイヤ様、ガイアス様、スレイ様、ベレベット様、最後は救世軍のクラトス様。全員揃ってます。やるじゃんパイセン、一息で読み上げた。 あんま意味はねえけどな。よし、それじゃあ始めよう。これからみんなに報告するのは、カロル調査室のみんながここ数ヶ月にわたってティルナ農具を調査した結果だ。まず具現化大陸全体の状況だけど、具現化当初のような違和感を持つ住人はもういないみたいだな。みんな自分は元からティルナ農具の人間だと思い込んでいるのね。ああ、ゲフィオンの思い描いていたアイギス計画の大陸具現化に関する部分はほぼ完成したと見ていい状態だと思う。そして帝国は具現化した各大陸に異世界由来の名前をつけて領土化しているらしいんだ。じゃあ一番最初に具現化したユーリ様やラピード様がいたところは？その大陸は今テルカ・リュミレース領と呼ばれているよ。テルカ・リュミレースは
僕たちの世界を表す名称だ。話には聞いていたけど、あ、そうか、帝国は正式に命名したのか。フレンはもう知ってると思ってたぜ。カロル調査室と一緒に動いてるんじゃないのか。ユーリやカロルたちの調査は臨機応変が過ぎてね。だから僕は待機しつつ、彼らのバックアップが多いんだよ。そういえばカロルたちって調査に出るとなかなか予定通りに帰ってこないよね。フレンも大変でしょ。あれがカロルたちのやり方だからね。そもそもユーリが昔からあんな感じだから慣れているんだ。それに自由だからこそ思いがけない成果を得ることもある。むしろカロル調査室がよりよく機能するために僕ができることをしているだけなんだ。こういう場に出るのも含めてね。ま、真面目。班長選出でそこまで考えてんだ。俺なんかいけるいけるっつってわけわかんないうちに班長にされてたのにさ。なあ、イクス、その資料見せてくれないか。俺たちの世界が元になってる大陸ってのは。チェスターと会った大陸はここ。焦りあるようだ。みんなも確認してくれ。アセリア、アセリアリヒからか。なるほどね。どれどれ、俺たちはファンダリア領だな。ウッドローがいたらどんな顔しただろうな。ジューダス、お前さんのところも同じでいいんだろう。そうだ、だからこそ班長会議には僕が代表して出ると言ったのに。大体今のお前は戦えないだろう。確かに得意競泳店用のブレスレットがうまく働かないから、まだみんなと行動はできない。せいぜい応援がてら歌う程度が関の山さ。だからこそこういうところで役に立っておきたいんだよ。いいじゃねえか、ジョニーのその心意気好きにさせてやれって。お面やろう。お面じゃない、仮面だ。細けえやつだな。で、俺んとこはどこだ。ああ、レグヌム寮ね。王とレグヌムか。俺とルカの地元の名だな。このオルバース寮っていうのは俺の世界が元になってる大陸か。オルバース海面、インフェリアでもセレスティアでもないのか。へえ。ウェルテス寮、東大の町ウェルテスか。懐かしいな。ベイグのところは。俺のところはカレギア寮だ。元の世界では王国名だった。覚えやすくていい。俺のところも分かりやすいぜ。このアレウダリオって名前は俺の世界の大陸の名前だったんだ。さて、うちはオールドランド寮ね。ま、惑星名だし妥当な命名だな。マルクトなんて名付けられてたらどんなやつが出てくるか。ガイのところも惑星名か。俺のところも同じだよ。エフィネア寮のエフィネアっていうのは俺たちが住んでいた星の名前なんだ。俺の世界が元にあった大陸はセルランド寮か。もう一つの世界の要素ってこの大陸に含まれてるのかな。もう一つの世界、シングの世界も複雑そうだね。僕たちの世界もシルバーランドとテセアラの二つだったけど、名前はどうなってるんだろう。我々の世界はテセアラ領だ。じゃあ私はエミレたちもそこなんだね。未来とはいえ同じ世界だし。未来か。だったら私たちの未来だっていうルドガーたちの世界も含めてこのリーゼマクシアリオになるのかな。エレンピオスと思われる名称のついた大陸は見当たらないな。だとすれば同じだろう。あれ、おかしいな。俺の世界はこのグリーンウッド寮だけど、ベルベットは？
私のところはミッドガンド領よ。別におかしいところなんて見当たらないけど。だって俺たちって過去と未来の関係なんだろう。マルタやガイアスさんたちは同じ大陸なのに、なんで俺たちを分けられてるんだろう。それはファントムがあんたの世界とは別に私たちは具現化したからでしょう。そうか、そのせいで別の大陸面になってるんだな。すっきりしたよ。よし、現時点で他の世界の具現化大陸はないようだな。今みんなに確認してもらった各大陸には帝国から領主の派遣が進んでいるらしいんだ。この状況を継続して調査するためにも、カルル調査室メンバーの他に各大陸の元の世界の関係者にも手伝ってもらいたいと思ってる。それでは各地に戦力を分散させることになるぞ。ここの守りはもちろん、現地に赴く者も危険ではないか。確かに簡単に行き来ができるわけじゃないんだ。いざという時には集まりにくいぞ。それは大丈夫。ジェイドさんが帝国の転送魔法陣と仮想境界の時からあったゲートを解析して組み合わせた新たな転送ゲートを完成させたの。ああ、俺も転送ゲートを維持する装置を作るのはいろいろと手伝わされたよ。音機関、機械いじりは好きだからいいんだけどな。ガイさん、エドナ様のお茶会も休んで頑張ってくれたのよ。この転送ゲートを使えばアジトからの移動も比較的自由になるわ。実はみんなに各地の調査をお願いするのは他にも気になる点があるからなんだ。最近聖アタモニ教団という宗教組織が台頭してきたって報告があったんだよ。アタモニだと？まさかエルレインが動き出したのか。では次に閑散とした街道に。エルレインが具現化されたと聞いた時から嫌な予感はしていたが、確か現在帝国にいる共栄殿の一人だったな。聖アタモニ教団というのはエルレインに関係しているのか。ああ、僕たちの世界にもアタモニ神団という似た名前の組織があった。エルレインはその組織で聖女と呼ばれていた女、僕たちの敵だ。もしこの世界でも奴が教団の指導者だとしたら厄介なことになるぞ。ジューダスの言う通りだ。こういうケースを想定して元の世界での経験をもとにみんなにも。あ、ちょっとごめん、魔境通信だ。イクス君かい？え、シャルティエさん？この魔境通信って便利だね。この世界に来てから連絡手段が不便で仕方なかったから助かったよ。今話してもよかったかな？ええ、大丈夫ですけど。何かあったんですか？なあ、シャルティエって誰だ？リオンのシャベル剣と同じ名前だけど。聞いていないか？最近対帝国部隊と同盟の協定を結んだだろう。そこに所属している共栄殿の一人だ。ソーディアンの人格の元となった人物か。共栄殿として具現化されていたって話だったな。その中でもディムロスという男は有能な指揮官であり、部下からの信頼も厚いと聞いている。そうそう、マスターが言ってたぜ。そのディムロス様のところの人だよな。はいはい、ディムロスのところのシャルティエですよ。どうせ僕だけじゃ印象が薄いですよ。いや、シャルティエさんの印象が薄いんじゃなくて、ディムロスさんの印象が強いだけで。それ全然フォローになってないからね。はあ、もう要件を伝えてもいいかな。あ、すみません、どうぞ。別の町を拠点にしているレジスタンスから同盟を結びたいっていう手紙が届いたんだよ。差出人はナナリー・フレッチ。ナナリ？あ、ジューダス君もそこにいたんだね。君たちの仲間に同じ名前の子がいたはずだよね。それで連絡を取ったんだよ。レジスタンスと会う前に
カイル君たちに確認を取れってリムロスに言われてさ。なんで僕がこんなことを。よく知らせてくれた、シャル。ティエ。イクス、僕はカイルたちを連れてファンダリア領へ向かう。構わないの。もちろん、俺とミリーナも一緒に行くよ。了解。それじゃあこっちに合流してくれ。みんな、すまないけど、ここはひとまず解散しよう。各地の調査に関しては、ユリウスさんとリフィル先生に方針を聞いてくれ。きっと俺より説明うまいし。ああ、マスターは話が長いからな。そんなことないよ。コーキスが単純化しすぎなんだよ。あら、イクソの説明は丁寧でわかりやすいし、コーキスも端的で、イクソの次にわかりやすいわよ。それじゃあ皆様、ひとまずお疲れ様でした。あの、待ってください、クラトスさん。ビクトルさんの容態はどうですか？ビクトルか。安心しろ。かなり回復してきた。最近では、精霊の封印地に近づくための調査にも協力してもらっている。そうですか。だったら、もうそろそろ平気かな。クラトスさんは以前俺がビクトルさんから手紙を預かったのを覚えていますか？ああ、エルへの手紙だな。あの手紙まだ渡していなかったんです。タイミングを見ているうちに先延ばしになっちゃって。だから今回の件が落ち着いたらエルに手紙を渡して話をするつもりだとビクトルさんに伝えてもらいたいんです。エルに。そうか、わかった。あと、あのフィルにも。どうした、言いにくいことか。いえ、あのフィルにそろそろ話を聞かせてほしいと。伝えておこう。私からも構わないか？あ、はい、もちろんです。ロイドは双剣だろうか？はい。あの、直接話をしていったらどうですか？そうなのだろうが、どう振る舞ったらいいのかよくわからないのだ。父親として向き合うとは決めたものの、私がロイドと別れたのはあれが3つの時だ。知らない時間が多すぎる。ロイドはそんなことなど気にしないとも分かっているのだが、妻が生きていればまた違ったのだろうな。若輩者が何を言うと思われるかもしれませんけど、ビクトルさんなら何かヒントをくれるんじゃないでしょうか。かもしれぬな。ありがとう、イクス。では、対帝国部隊の村。みんな、よく来てくれた。先日は世話になったな。こちらこそ、また会えて嬉しいです。帰るったら、またディムロさんたちに会えるってすごく喜んでいたんですよ。それは光栄だな。今回はジューダス君も一緒か。よろしく頼む。ああ、シャルティエの姿が見えないようだが。皆さん、お待たせしました。まずはお茶をどうぞ。シャルティエ、気が利くじゃないか。こういう役回りもなんか慣れちゃいましたから。なんだい、ジューダス君。いや、なんだかんだ言いつつ世話好きなやつだと思っただけだ。どうせ僕はこういう目立たない仕事がお似合いですよ。なあパイセン、ジューダス様ちょっと笑ってなかったか？ねえ、珍しいですね。ディムロスさん、早速ですけど手紙の件を聞かせてもらえますか？そうだな。これがレジスタンスから送られてきた手紙だ。本当だ、ナナリー・フレッチって署名してある。やっぱりナナリーもこの世界にいるんだよ。まだ名前が一致しただけだろう。もっとも同姓同名の別人の可能性は極めて低いと思うが。
そうね。他に特定できそうなことが書いてあればいいんだけど、この手紙だとファンダリア領の領土と定められたダリルシェイドってところで面会することになってるわね。ダリルシェイドが都ってなんか変な感じだな。領土名はファンダリアなのに。変って何がですか？元の世界ではファンダリアの首都はハイデルベルグで、セインガルド王国の首都がダリルシェイドだったんだ。カイルが違和感を覚えても仕方ない。この世界って見覚えのある景色や名前があってもやっぱり偽物なんだよな。ごめん。いいえ、いいのよ。本当のことだもの。それよりも都というくらいだから、ダリルシェイドはこの村よりも発展しているんだろう。反体制派であるレジスタンスと対帝国部隊がそんな大都市で会うなどと危険な計画を立てるとは、一体どういうつもりだ？その懸念はもっともだが、これはレジスタンス側の提案だ。ナナリー君のこともある。まずは確認のためにもあちらの要望を飲むことにした。もちろん重々警戒はしている。とはいえ、君たちの安全が保証できないのも事実だ。危険と判断するならば、君たちは戻って我々の報告を待ってくれてもいい。私たちも一緒に行きましょう。ナナリーのこともあるし、大都市なら聖アタモニ教団の情報が手に入るかもしれないわ。ダリルシェイドで聞き込みをするのか。人が多いなら何かしら教団の話が聞けるかもしれないな。聖アタモニ教団って？ああ、我々も探りを入れている宗教団体だな。最近ではストレイライズ大神殿を建設してさらに勢力を拡大している。え？ストレイライズ大神殿ってこっちの世界でも建ててるんだ。それってどこにあるんですか？君たちは運がいいよね。これから行くところダリルシェイドだよ。どうやらこのファンダリア大陸に聖アタモニ教団の中枢勢力が集められているようだな。だったらもう決まりよね、カイル。あ、みんなでダリルシェイドへ行こう。では次に、ダリルシェイドへ続く道1。領土、ダリルシェイドか。カイル様たちの世界でも首都だったって話だから、やっぱり賑やかなところなんだろうな。いや、俺が知ってるダリルシェイドはものすごく寂れた町だったんだよ。首都として機能していたのはガイルたちが生まれる前の話だからな。僕たちにはわからないけど、今の領土はそのカイル君たちが生まれる前のダリルシェイドっていうのに近いのかもしれないね。ん？あれは？みんな身を隠せ。シャルティエ、彼らを安全なところへ誘導をしろ。了解。みんなこっちの茂みへ。早くしろ、急げ。帝国兵たちだ。この方向だとダリルシェイドよね。まずいぞ。少しでも遅れたらサレ様にどんなお叱りを受けるか。いや、エルレイン様が一緒におられるんだ。サレ様もそうひどいことはなさるまい。とにかく一刻も早くダリルシェイドに入るぞ。言ったみたいだな。あれ、サレって聞き覚えが。ベイグたちの敵だった男だ。割と綺麗な顔の。共栄店リストにもあったし、コーキスはスパーダを助けるときに会ってるよ。さすがマスター、細かいことよく覚えてるよな。それにエルレインって言ってたわよね。やっぱりダリルシェイドにいるんだわ。すぐに出発したいところだが、このままだと今の奴らの後を追うことになる。下手をすると見つかるぞ。だったら街道へ出ないでこの森を進んだらどうですか？ほらこっち、少し開けたところがありますよ。待て、そこは獣道。いやー、カーリャ、
危ない、カーリア。助かりました、カエル様。いや、まだだ。いろんなところからオールベアの気配がする。こっちにも何匹出てくんだよ。まさかここはオールベアの巣。私とシャリティがここを預かる。カエル君たちはそのまま森を抜けろ。でもカエル様、後ろ。お前ら、危ないところだったな。って、お前、カイル？カイルじゃねえか。ロニー？なんで？話は後だ。まずはこいつらを何とかするぞ。安心しとけ。俺が守ってやるよ。のめ、あれ、それが真の。大丈夫か。どうにか逃げ切ったな。ねえイクス、あの人って。カイル、俺の可愛いカイル。大丈夫か、怪我してねえか。うん、なんともないよ。本当にロニなんだね。そうだぜ、よく見ろ、こんないい男他にいるか。ロニ・デュナミス、ただいま参上ってな。この頭の悪い発言、間違いないようだ。よかった、ロニが何も変わってなくて。どういう意味だよ。でも驚いた、もう会えないかもって思ってたからさ。そりゃこっちのセリフだぜ。俺とナナニーがどんだけお前らを探したか。たく、心配させやがって。よかった、ナナリーも一緒なんだね。ああ、毎日うるせえのなんの。そんなことよりリムロスさんたちまでいるのかよ。ナナリーの予想が当たったってわけか。しかしまあ、どこの時代に飛ばされたかは知んねえが、リアラがいるならもう安心だぜ。それとも戻るにはまたレンズが足りないとか。イクス、ロニに説明してもらえる？ああ、ロニさん。あ、俺はイクスネーベと言います。この世界のことなんですが。はあ、めちゃくちゃだな。なんつうことしてくれてんだよ。こんな話、あいつが聞いたら。すみません。何を言われても仕方ないと思ってます。ああ、正直言いたいことは山ほどあるぜ。けどな、今はカイルに免じて引き下がってやるよ。何よりミリーナが美人だからな。特別サービスだ。え、ありがとうございますロニさん。それに今はここでやらなきゃならねえことがあるしな。レジスタンスの指揮か。そりゃナナリーの仕事だよ。俺はあいつの補佐だ。帝国の進出に反対するレジスタンスと会ってたら、いつの間にかそうなっちまってね。なんとなく想像がつくわ。ナナリーって面倒見がいいから。ここに合わせたのもナナリーが対帝国部隊と会うってんで、前もって様子を見に来たからさ。ま、おかげでこうして出会えたわけだけど。そうだカイル、後でいいからミリナやイクス以外の仲間も紹介してくれよ。どんな奴らと一緒にいたのか会ってみてえし。あ、うん、そのことだけど、ロニ、ちょっとこっちで話さない？リアラとジュダスも来て。なんだよ、こういうところで内緒話ってのは感じ悪く見えるぞ。それぞれの世界ごとに事情があるのは分かってますから、気にしないでください。あのさ、俺たちは今、若い頃の父さんや母さんと一緒にいるんだ。それに、リオンさんも。スタンさんやルーティーさんと？リオンってことは、
ジューダス、お前。そうだ、もう一人の僕が同時に存在している。でも俺たちのことはみんなに詳しく話してない。俺が二人の子供だってことも知らないんだ。だからロニも言うな。てかスタンさんのことも何もかも知らないふりをしろって。ずっとじゃないわ、今はまだ様子を見てるだけ。何よりスタンさんやルーティーさんやリオンさんを考えてのことだから。わかったよ。俺だってスタンさんたちを悩ませたくないからな。戻ってきたね。存分に内緒話はできたかい？ああ、おかげさまで。こっちはしたくてしてるわけじゃねえけどな。そのことだが、我々はもうこの世界からは逃れられないのだろう。ならば、話せる範囲のことは話した方がいいのではないか。確かに、何がきっかけで不審を招くかわかりませんからね。僕たちと会った時のリオン君のように。でも、どうしよう、ジューダス。以前からジェイドには、できるだけ情報は開示していく方向へシフトしたいと話をされているんだ。あの秘密主義の男がそう切り出すんだから、それだけの事態が起きている、ということなんだろう。だが、それを告げることが本当に正しいのかは、僕にはまだわからない。その話、今は置いとこうぜ。それより帝国兵の少ないルートを知ってるから、そこを使ってダリルシェイドへ行くぞ。では次にダリルシェイドへ続く道に。叩きのめ、あれ、それが真の。大丈夫か。では次にダリルシェイド1。へえ、賑やかな街だな。以前のセールンドみたいに人が多いよ。ティムロスさんが言っていた通り活気があるわね。これって帝国が介入しているせいもあるのかしら。ねえ、見た、エルレイン様の騎士。見た見た、素敵よね、サレ様。綺麗な顔してるし、理想の騎士様って感じ。サレってさっき話してた帝国のやつだよね。お前らサレを知ってるのか。あいつ最近この辺りでよく見かけるようになったんだ。しかしまあ、あんなキザったらしい男のどこがいいのかね。俺の方がよっぽど。いた、どこで油売ってんだい、このスカタン。ナナリ、なんでここにいるんだよ。お前は隠れ家で待ってるはずだろうが。状況が変わったんだよ。それにみんなあんたのこと心配して。まあまあ、俺に文句言う前に周りを見ろよ。ほらほらほら、ナナリ、やっと会えたね。嘘、カイルじゃない、リアラにジューダスも。あ、やっぱりリムロスさんたちもいたね。こっちは予想通りだ。どういうことだ。話は後、もうすぐエルレインがここを通るんだ。このままじゃ鉢合わせだよ。とりあえずこっちに隠れて。ほら、もう来たよ、早く。それで今日はこれからどちらに。監獄島へ、バルバトスに会いに行く。ではお供いたしますよ。ここを開けてもよいのか。ええ、この後はベータが来ることになってますから、もうこちらが領土に目配りをする必要はありません。それに、グラスティンからも新しい肉の調達をとせかされていまして。いや、困ったものですよ。そうか。さして困ったようには聞こえぬがな。さあ、参りましょうか。何を話してたかわかんねえけど、
顔はバッチリ確認できたぜ。サレってやっぱりあのサレだったな。エルレイン、本当に具現化されてたのね。分かってはいたけど。具現化って何？エルレインも時間を移動してここにいるんじゃないの？あのね、ナナリ。いいか、ナナリ、落ち着いて聞けよ。凶暴なお前はすぐ口や手や足が関節技が出る。ギャー！すげえ、ナナリー様、流れるようなサブミッション。これは完全に決まってますよ。あんたたち、なんか訳ありなんだね。まずはそっちの話を聞かせてよ。このままで？このままで。ほら、早く。手短に頼む。いいかい、今はとりあえず飲み込むよ。けど、完全に納得したわけじゃない。あんたらのこれからの行い次第ってことで、いいね。はい、わかりました、ナナリーさん。あとそれ、やめてくんない？そんな他人行儀じゃ、ますます溝が深まっちまうよ。それじゃあ、ありがとう、ナナリー。よかった。ナナリーが怒り出したときはどうなるかと思ったよ。ロニもお疲れ様。技かけられすぎて手足が伸びた気がするぜ。よかったじゃないか。随分と見てくれも良くなっただろう。モテるぞ。やったぜ！とでも言うと思ったか？でもナナリーは本当に大丈夫かしら？そうだね。エルレインが世界を作り変えようとした時だってすごく怒ってたし。弟を失うと分かっても神の力に頼らず自分たちの力で生きていくと決めたやつだからな。なのにこのティルナ農具は具現化や世界の創造に死者の復活が行われていて、しかももう帰れないなんて。平気だよ、あいつは強い。それにいざという時はね。ロニ、カエルたちもこっち来てくれる？ロニ、いざという時は何？あ、俺があいつを支えるってだけさ。今の俺はナナリーの補佐だからな。仕事じゃ仕方ね。ほら行くぞ。待たせたな。もうこっちは大事な話してんのに。はいはい。で、デムロスさんにはこっちの状況を伝えたのか？今報告を受けていたところだ。レジスタンスも最近の帝国にはかなり苦慮しているようだな。あんたたちが来てくれて心強いよ。やっぱりディムロスさんたちが西の対帝国部隊をまとめてたんだね。よく僕たちのことが分かったね。最近あっちの活動が活発になったって話だったから、いろいろ探りを入れてたんだ。そうしたら新しく来たディムロスって優秀なやつが指揮を取るって言うじゃないか。それで手紙を出したのさ。ああ、そう。やっぱりすごいですね、ディムロスは。なあ、こんなところで立ち話もねえだろ。とりあえず俺たちの隠れ家に行こうぜ。待って、状況が変わったって言ったろ。ついさっき知らせがあったんだよ。もうすぐ領主が町に入るって。本当か？予定よりも早いじゃねえか。そうなんだ。だから今すぐ領主の館へ行かないと。それって偵察ってことか？まあそれもあるんだけどね。はあ、せっかくナナリーと会えたのにゆっくり話もできないのか。ごめんよ。けど後でたっぷり時間を取るからさ。私の手料理付きでね。さ、行くよ。